平野に続き、鉄腕ダッシュへの復活が期待される騎士、天然が炸裂する MC ぶりが好評だった神宮寺が再びお茶の間を楽しませる日もそう遠くないのかもしれない。テレビ界をにぎわす新たな MC コンビ、平野翔と渡辺直美。7月23日に放送された特番、サンピープル一枚ニューと日本テレビ系は、2人が MC を務めたことで注目を集め、その結果として高視聴率を記録した。 この番組は、世界に通用するナンバーワンパフォーマンスを決定するという内容で、歌ダンスマジックアートから一発芸まで、3人以内のメンバーで1分以内にパフォーマンスを行い、優勝賞金300万円を競い合う。公式サイトではすでに次回の出演者を募集しており、続編に期待する声も多い。平野翔と渡辺直美という若年層に大人げの2人が MC を務めるということで、 放送前かから注目度は非常に高かった実際、放送でも鉄棒を駆使した、無重力ダンスなど見応えのあるパフォーマンスが多数披露され、平野がカメラ目線で問いかける次のパフォーマンスを見たいですか、という決めフレーズも大好評だった。現在テレビ界が最重要視している13から49歳の小ア視聴率は3.9%、関東地区ビデオリサーチ調べという高い数字を叩き出したのも納得である。 平野が牽引するナンバーアンダーライン愛は基本的にバラエティ番組には出ない方針だと言われてきた。音楽バラエティ番組の週刊ナイナイミュージック、フジテレビ系には出演したが、お笑いを中心とするオーソドックスなバラエティ番組への出演は現時点ではない。しかし、サンピープル一枚にニューは音楽やダンス、海外志向のエンタメ要素を持たせたバラエティであり、アメリカの大人げ番組、 アメリカズゴットタレントに近いところもあるそのため、平野も出演オファーを受けたのではないかと考えられる。平野は23年8月14日に行ったインスタライブで渡辺を、今後会いたい人、と評すなど、関心を抱いていることで知られている。渡辺はエンターテインメントの本場であるアメリカで一人で戦い続けており、インスタのフォロワー数は日本人著名人5位の1006万人、7月31日現在。 世界を相手に活動しているエンターテイナーの先輩として、平野が渡辺をリスペクトしていることは間違いない。サンピープル一枚入ニは、多くのパフォーマーがテンポよく芸を披露していく構成で、純粋に番組として面白い。それを若者に圧倒的な人気を誇る平野・渡辺テアが MC として盛り上げた。ゴールデンの番組でこれほど若い MC 陣はいないため、この番組は未来を感じさせるものである。そして、 平野がサンピープル一枚ニュートンに出演したことでナンバーアンダーライン愛がバラエティ番組への出演を絶対に NG としているわけではなく本人が納得のいく内容なら出演してくれることが明らかになったこのことで平野に続いて同じナンバーアンダーライン愛の岸優太、28とジングージ26にも注目が集まるだろうナンバーアンダーライン愛の3人は 旧ジャニーズ所属のキングプリンスとして活動していた23年5月、岸のみ23年9月末大賞まで、事務所の方針もあり、さまざまなバラエティ番組に出演して活躍してきた。とりわけ、岸は時男の人気番組、ザ・鉄腕・ダッシュ。日本テレビ系の若き戦力としてお茶の間の人気者であり、現在も岸の復活を望む声は多い。2023年10月に行われた日テレの定例社長会見では、 石澤健社長が岸のダッシュ出演に、岸さんは、鉄腕ダッシュの大切なファミリーと考えており、今後ともその方針に変更はありません、とコメントした。出演継続は明言していないが、期待させるコメントであった。岸は23年夏、ダッシュの企画でせっかく育てたスイカが川に流されてしまうアクシデントがあり、そのリベンジを願うファンも多い。数字的にも、岸の人気は証明されている。 主演映画「G メン23年8月25日公開」のプロモーションで積極的にバラエティー番組にゲスト出演した際、その回だけ視聴率が明らかに上昇していた。そして、平野や岸に比べるとバラエティーへの露出が控えめなイメージがあった神宮寺も、高いバラエティポテンシャルを秘めていることで知られている。神宮寺は金プリ時代、20年1月から始まった不定期特番、名所から一番近い家、テレビ朝日系で。 キンプリメンバーで唯一バラエティ番組の MC を経験していた。同番組では神宮寺が、厳島、厳島を、生島しま、天の橋立、天の橋立を、天橋と読み間違えるたびに、伊藤あさこ54がツッコミを入れるなど、行きぴったりのトークが好評だった。ナンバーアンダーラインアイは、平野のインスタのフォロワー数が約430万人、YouTube でデビュー曲、GOT の MV 再生数が6400万兆。 さらにアルバム「ノー・オー・リングも」もオリコン上半期ランキング2024のデジタルアルバムランキングで1位を獲得するなど SNS やネット方面で圧倒的な結果を残している。しかし今回平野が MC を務めた地上波のバラエティ番組「サンピープル1枚ニュート」が高いコア視聴率を記録したことで彼らが地上波テレビでも高い視聴率を持つことが明らかになった。 ナンバーアンダーラインアイの3人は今後も海外進出を意識してアーティスト活動を最優先するだろうが地上波テレビでの争奪戦も激化していくのではないだろうか平野に続き「鉄腕ダッシュ」への復活が期待される騎士天然が炸裂する MC ぶりが好評だった神宮寺が再びお茶の間を楽しませる日もそう遠くないのかもしれないそれではこの特番の高視聴率の裏側に隠された理由についてさらに深く掘り下げてみましょう サンピープル一1枚ニュートが注目を集めたのは、単に平野翔と渡辺直美という2大スターが MC を務めたからだけではありません。番組の構成やパフォーマンスの内容、さらには視聴者とのインタラクションが巧妙に計算されていたことも大きな要因です。まず、番組のフォーマットが新鮮で視覚的に楽しめるものであったことが挙げられます。1分という短い時間内にパフォーマンスを披露するという制約があるため、 出演者たちは限られた時間内で最大限のインパクトを与える工夫を凝らさなければなりませんでした。この短時間のパフォーマンス形式は、視聴者の集中力を保ちやすく、次々と変わるシーンに飽きさせない効果を持っています。特に、現代の若者は短い動画を好む傾向が強いため、彼らの思考にマッチしていたのです。次に、平野翔と渡辺直美の MC コンビが番組の魅力を引き立てました。 平野の落ち着いたカリスマ性と渡辺のユーモラスで親しみやすいキャラクターが絶妙にバランスを取り、視聴者にとって親近感のある進行を実現しました。彼らの自然な掛け合いと、視聴者に向けた親しみやすいトークは、番組のリラックスした雰囲気を醸し出し、家庭での視聴を一層楽しませる要素となりました。また、番組制作側が視聴者とのインタラクションを重視していた点も見逃せません。平野の 次のパフォーマンスを見たいですかというカメラ目線の問いかけは、視聴者との直接的なコミュニケーションを図るものであり、視聴者は自分が番組の一部であると感じることができました。このような工夫が、視聴者の関心を引き続け、高視聴率に貢献したと言えるでしょう。さらに、番組の内容自体も非常に多様で、視覚的にも聴覚的にも楽しめるものでした。無重力ダンスやマジックショー、アートパフォーマンスなど、 幅広いジャンルの芸が披露され、それぞれのパフォーマンスが短時間でありながらも非常に完成度が高かったことが印象的でした。この多様性が、視聴者の幅広い興味を引きつけ、飽きさせない要因となりました。そして、平野翔と渡辺直美の今後の活躍にも期待が高まります。特に平野は、これまでバラエティ番組にはあまり出演しない方針を貫いてきましたが、 サンピープル1枚入党への出演がその方針の転機となる可能性があります。彼がバラエティ番組に出演することで、新たなファン層を獲得し、さらに幅広い活動が期待されます。渡辺直美も、アメリカでの活動を続けながら日本のテレビ界にも影響を与える存在として、今後の展開が注目されます。彼女のエネルギッシュでユーモラスなキャラクターは、どんな番組でも視聴者を引き込む力を持っており、 今後も多くのバラエティ番組での活躍が期待されます。また、平野翔、岩ガン・ユータ、神宮寺・ユータの3人が所属するナンバー・アンダーライン愛の今後の動向にも注目が集まります。彼らの海外進出を意識したアーティスト活動が続く一方で、今回のサンピープル一枚ニュートのように地上波テレビでの出演が増えることで、より多くのファンを獲得し、彼らの人気はさらに高まることでしょう。ガン・ユータは、 鉄腕ダッシュでの活躍が期待されており彼の復活を望むファンの声も多い特に過去にスイカ割りで失敗したエピソードがあるためリベンジを期待するファンの声も大きいです神宮寺勇太もバラエティ番組でのポテンシャルが高く彼の天然なキャラクターが視聴者に愛される要因となっていますそうじてサンピープル一枚ニュートンの成功は平野翔と渡辺直美の絶妙なコンビネーション 番組の新鮮で多様な内容、視聴者とのインタラクションを重視した構成など、さまざまな要素が相まって実現しました。これにより、彼らの今後の活躍にも期待が高まり、テレビ界に新たな風を吹き込む存在として注目され続けることでしょう。視聴者としては、今後もこのような魅力的な番組が増えていくことを期待したいところです。そして、平野翔、岩優太。 神宮寺由太の3人がそれぞれの個性を生かしながら、さらなる高みを目指して活躍していく姿を見守りたいものです。最後に、この特番が成功した背景には、日本のエンターテインメント業界の進化と変化があります。視聴者の思考が多様化する中で、テレビ番組も進化を遂げ、より短時間でインパクトのある内容が求められるようになりました。この変化に対応した番組作りが サンピープル1枚ニュートの成功につながったのです。これからのテレビ業界は、ますます視聴者のニーズに応えるために進化し続けることでしょう。テレビ業界の未来を感じさせる、サンピープル1枚ニュート。この番組が示した可能性と、平野翔と渡辺直美という2人の MC の活躍が、今後のエンターテインメント業界にどのような影響を与えるのか、ますます目が離せません。視聴者としても、 このような新しい試みによる番組が増えていくことを期待しつつ彼らの今後の活躍を楽しみにしています。